すんだ起きらせ早く移動してやられる着弾まであと8メートルおい目を覚ましゃいいんだよもうなんともないんだぜ起きらせ長介さんあと7メートル目を開けりゃいいんだよ起きらせおいおい起きらせもたもたしてねえで目を覚ませこらいつもみてえに力合わせてぶちかまそうぜよー長介さんジョー・モンタナの投げるタッチダウンパスのように確実に奴の鼻先に突っ込みその位置で点火してやる着弾まであと4メートル離して逃げないとまともに食らってしまう奥安さんはその奥安さんはもうやかましいてめえだけさっさと逃げてろ小僧あと2メートルで着弾爆発した時の爆発半径は約3メートル見えた前方2メートルぐらいのところにいる早く逃げて奥安さんはすでに死んでいるんだ死んでなんかいるものか奥安は治っている絶対に目を覚ますあと1メートル引きつけてからスイッチを入れるのだ長介さんどれく、空気弾が血のナイフで切断された長介さんの流れる血を圧倒的なパワーで飛ばしてナイフのように切ったのそうだ僕も屋根裏部屋でコンパスの針で突き刺した時猫草の空気はしぼんだんだ負傷して出た血を水圧カッターのように飛ばして切断したのかだが空気弾の方はどうかなしぼまない向かってくる爆弾になった空気弾はキラークイーンの能力で固定されているだからしぼまない叩き潰そうが細切れにしようが爆弾の能力を失わせることはできない最も触った時点で点火するがなよし着弾え、か、体が浮いてるの点火いや、浮いてるんじゃないうわクレイジーダイヤモンドの能力自分の傷は治せないけどよ最初に食らった爆発で傷の中にめり込んだ道路の破片なら直して戻せるぜ傷の中の破片が体を引っ張ったんだ仕方ねえ他人の家だがここに逃げ込むぜ隼人奥安さんを置いてください奥安さんを抱えていてはやられてしまう追い詰められて必ず食らってしまうさっきからうるせえぞ隼人奥安とは気が合うんだこいつは俺の友達なんだそんなことを言ってるんじゃない怪我を治した時奥安さんはやめろやめろそれ以上言うなてめえあいつを倒すことを考えて気に入らんあの治す能力さえなければ私の爆弾は無敵だ私の心の平和にとって最も恐れるべきだったのは丈太郎ではないあいつだったのだ東方丈介